丸あがき北里洋平、全国書店とアマゾンにて発売中。全米でも翻訳版発売中。子供の頃、学校で先生に何度も言われた。勉強しなさい、喧嘩をするな、問題を起こすんじゃない、真面目に生きろ、テストでいい点取りなさい、いい大学に入らないと将来大変なことになるぞ。先生の言うことを聞きなさい。だからお前はダメなんだ。真面目に勉強熱心にいい子でいなさい。でも大人の用意した学業というレールを走り抜けると、行き着いた先は就職活動だった。いやいやいや、ちょっと待ってくれよ。就職だけが正解だったのか？他に生きていく選択肢はなかったのかよ。まだ俺、学校から大事なこと何も教わってないぞ。就職先なんか決めるより、まずはどんな生き方をするかを決める方が重要だったんじゃないのか？いい点数の取り方よりも夢の叶え方を教えてくれてたらよかったのに。なんだよ、騙された気分だ。お前らにとって都合のいい人間を育てたかっただけじゃねえか。ふざけんな。だからもう大人の言うこと聞くのやめた。やりたいことやって何が悪い？やりたいようにやって何の問題があるんだ？いい加減諦めろ。聞く耳を持て。いつまでも遊んでるな。現実を見ろ。は？そんなこと、やりたいこと全部諦めてきたような大人に言われたかないようだ。俺の人生だ。やりたいことだけやって、遊びを仕事にして、挑み続ける人生を生きてやる。諦めることは諦めた。夢を描き続け、悪あがきし続けてやる。今日も明日も死ぬまで自由だ。さあ冒険を始めようか。悪あがき北里洋平、全国書店とアマゾンにて発売中。全米でも翻訳版発売中。